井上聡君日本共産党の井上聡です、えー、二つの法案については被災地域の復興と被災者の住居住の確保にとって必要な措置であると考えますが、まあ、運用にあたっていくつか懸念のあることについて質問をいたしますでまずあの優先的借地権制度の廃止の問題です、あのー、こう日弁連などもあの阪神・淡路大震災においてこの優先的借地権制度が 実際上は借家人の住居権の確保には結びつかなかったとか、それから必ずしも有効に機能しなかったというふうに指摘をされております。他方、あの今回の改正案では第8条で、大規模な災害により建物が滅出した場合に、まあ、従前の借地人に対して、その保護を図るために、このいわゆる通知という制度を入れております。 でまあ、こういう、まあ、優先的借地権の廃止と、この通知という制度を作った理由およびです、ね、まあ、そうは言っても、おこの従前の借地人、賃借,借,借人にです、ね、もう少し優先的な権利を与えるということも考えられたんじゃないかと思うんですが、まあ、そうしなかったあ点はどういうことでしょうか。谷垣法務大臣。 あの今、井上委員が指摘されました優先借地権制度でございますが、これはあの災害によって借家が滅出してしまった場合に、借、え、家、ー、人が、建物の借家人が借家権だけではなくて、他のものに優先して借地権を。 取得すするるここととがででできるうかななりあの例外的な制度であったことは事実でございますそれがあのしかし、それを現在適用すると、先ほどもご答弁したことでございますが、借地権の価値が非常に大きくなっておりますあの現在においては、借家人の保護としてはあの、これは課題ではないかとう、そういう課題であることから、かえって紛争の原因となったり、ひいては、 こういう問題点が従前指摘しておろ、ああの指摘がございまして、そこで、あのこの今回の法案においてはあの、この制度を廃止するということにいたしたわけでございます。それから、被災者尺券法案におきましては、あの従前の賃貸人にですね、あまり重い義務を負わせることなく、 借家人の保護を図るという観点から災害によって建物が滅出した後従前の賃貸人が建物を再築してまたち再度賃貸しようとする場合には従前の賃借人のうち所在が分かっているものに対してその旨,の旨を通知する。 そういう制度を設けまして、これにより、従前の賃貸人と従前の賃借人の間で、任意の交渉を促すことにしたいということでございますで。ご指摘はですね、従前の賃借人に優先的な交渉権を与えてはどうかというご趣旨だと思うんですが、こういう制度とした場合には、 あの、従前の賃貸人が建物を再築しましても、従前の賃借人との交渉のために、一定期間第三者に賃貸することができなくなると、まあいうような負担が、あの、大きくなることが予想されます。そういたしますと、従前の賃貸人が、あの、建物の再築を躊躇することになって、かえって借家人の保護にならないとする事態も考えられると。 それから現在では被災地において、あの仮設住宅やあるいは公営住宅等の公的支援があの進んできておりまして、こういう公的支援の存在をも勘案すれば、ですね従前,の従前の賃借人に対する通知制度によって、任意の交渉を促すと、これによって、従前の借家人の保護が図られていくのではないかと、まあ、このように考えて、今回の制度設計をいたしたということでございます井上聡君。 第4条でこの借地権の対抗力の特例を設けております、でまあ、建物の滅室があってもです、ね、特定大規模災害によるものであるときは、あ6か月間は第三者に対抗できる、そしてさらに必要な事故等を見やすい場所に掲示すれば、3年間対抗することができるとされております、ただ今回のようにです、ね、あの原発に関わる事故などはです、ね、相当長期にわたって、 立ち入り自身がでできないといとうこともあるわけですねでその間にこの抵抗力が行使できず、この権利が守れないということも起こりうるわけでありますが、こういう場合の救済措置というのはどのようになっているんでしょうか。宮間民事局長 ご指摘のように、あの政令の施行の日から起算して6か月が経過しても借地の立ち入りが禁止されている場合には借地上に掲示をすることができないということにもちろんなります、で建物の滅失があった場合に借地権の対抗力が失われる恐れが生じて不利益が出るんじゃないかというご指摘だと思いますが、あのそのこと自体はそうなんですけれども、しかしあの、実際のことを想定してみますと、長期間にわたって、えー、立ち入りが禁止されている されている地域で家も壊れてしまっているというところの,その土地を買い受ける人がいるということは、まあ、あまり想定しにくいことですしでこの仮にそのような取引が行われたとしてもこれはあの具体的事案によることですけれども、買い受け人があいわゆる背信的悪意者ですね、あの対抗力の献血を主張する正当な利益がないものだと言って掲示、えーえー、がないことの主張を排斥されてしまうあるいは明け渡しをすると。 借金に出ていってくださいということが、権利払いになってしまうということも多いんではないかと思われます、したがってあの、どういう事情かにはよりますけれども、現実には多くの場合にそういう一般法理の適用によって借金が不利益を被るような事態というのは生じないんではないかなと思っております。 井上聡君ああ、の、まあ、レアなケースだと思います。ただ、まあ、あの資本力なんかあるとかです、ね、かなり先を見越してやるということは、私はまあ、泣きにしもらずですので、えー、一定の救済が必要だと思います。次に、えー、被災区分所有法の方に入りますが、あの、当初ですね、あの東日本大震災においては、阪神大震災のようにマンションが倒れたり、一つの階が全部潰れたり、そういうのがなかったので、 マンション被害は大したことないということが随分あったわけですが、まあ、その後、いろいろ仙台市を中心にいろんな調査の行われ、報告をされておりますが、あの今の時点で国としては、この被災マンション、東日本大震災において、この現況についてはどのように認識をされているでしょうか国土交通大臣官房、毛利審議官。 えー、東日本大震災におきますマンションの,あの被災状況について、えー、簡潔にご答弁申し上げます、全、え、壊、ーえー、約13万棟、半壊約27万棟というふうに住宅被害が、えー、報告されておりますけれども、マンションにつきましては、そのベースのデータはございませんので、えー、ここではあの民間団体がマンションに限定しまして、被災状況を詳細に調査したもので、ご回答させていただきたいと思います。えー、この調査結果はあの一作、えー 二十三年九月にも報告されまして、法制審の方にもえ報告をなされております、えー。全国のマンション管理の体操を受託しております一般社団法人マンション管理用協会が、えー、被災地でございます一都十二県で管理受託している約五万七七千百八十三棟につきましての被災状況を、えー、会員から聞き取ったものでございまして、約八十… パーセントの46,365トについて回答を得ております。それによりますと、日本建築学会の被災度区分を基準として被害状況が報告されておりまして、大波、すなわち取り壊し、または大規模全面的な補強工事を必要とするもの,、えー、ものはゼロでございました。中波、すなわち部分的な構造体の補強、または補修工事を必要とされたものが44トございます。 1> 1弱でござい破す,すなわち、そのままでも構造体力上、使用はないけれども、建物使用上、または非構造材の補修工事を必要とするもの、1184と2.6%弱ということでございまして、その他が軽微な被害、または被害のないものということでございました、以上でございます。井上君あの、まあ、今度の法案で,です、ねえーまあ、取り壊しや売却について えー、区分所有やの5分の4の同意でできるというふうになるわけでありますが、あのー、被災マンションなどはですね、えー、非常に土地価格が、まあ、下落をしているという状況がありますし、それから、あのー、住民の方は、あ被災直後で、なかなか情報をもうまく集めたりできないという混乱した状況にあります。そういうときに、ゼ、えー、ネコンやデベロッパーがですね、 えー、買い叩くんじゃないかと、こういうあの恐れ、えー、不安の声も上がっているわけですが、やっぱりそういうときに、例えば積算根拠をきちっと示させてあるとか、えー、何らかのやはり行政がガイドラインを示すなどにして、そういう,こう買い叩きなどが起きないようなあ援助はする必要があると思うんですが、この点、どのようにお考えでしょうか、えー、国土交通大臣官房、毛利審議官。 買いたきの防止措置ということでございますけれども、今回の,あの改正裁判所法案によりますと、建物敷地売却決議などを行う場合の集会の召集者に対しまして、売却による代金見込み書き等を定め、売却を必要とする理由や、復旧、また建て替えをしない理由等も説明することが義務づけられております。 その運用にあたりましては、集会の召集者は、売却代金の積算根拠、や他に売却方先があった場合の提示金額等につきまして、これも説明を行って、さらにその説明に備えまして、相見積もりを取ったり、不動産鑑定士等の意見を求めておくといった準備がなされるのが通例というふうに理解をいたしております。 こうした手続きの的確な運用を通じまして、被災マンションの買い手が不当な安値で買い叩くような事態を基本的には防止しうると考えておりますけれども、またえ、法務省からもこうした法の運用解釈が説明されるというふうに理解しておりますけれども、ご指摘を踏まえまして、国交省としましても、こうした手続きが的確に履行されますように、区分所有者、事業者等にその周知を積極的に図ってまいりたいと考えております。井上聡君 あの被災直後ですのでね、やっぱりいろんな混乱があると思うんですね、あのきちっとそういう手当をです、ね、していただきたいと思います、それからあのこのマンションの場合は、ですね、えーまあ、例えば戦えるということになっても二重論になる可能性がありまして、これがいろんなこう合意を作るにも困難ということになると思うんですが、この東日本大震災において、この二重論の場合については、どういうような支援策が取られているでしょうか。 金融庁総務企画局、遠藤審議官。お答え申し上げますあの。金融庁といたしましては、えー、と被災地における住宅ローン問題への対応につきまして、えー、指摘整理による元本の再免除が可能となるように、個人版の指摘整理ガイドライン、これをあの策定しあの、運用してきております。 平成二十三年の八月二十二日から運用しております。この指摘整理ガイドラインではですね、あの、まず手元に残せる自由財産である現預金の上限を五百万円に引き上げました。それから東日本大震災関連の義援金は、こういった現預金とは別の自由財産として取り扱われることにしております。また国は弁護士費用の全額補助を、えー、実施するという、あの、等々の政策が講じられているところでございます。 また、あの、これ以外の政府としてのですね、あの対策でございますけれども、えー、住宅再建のための被災者生活再建支援金、これはあの、全会世帯の場合は最大300万円の支給がされます。そういった再建支援金の支給でありますとか、 被災者の新規住宅ローン対策として、住宅金融支援機構が特別な住宅融資、災害復興住宅融資ということでございまして、まあ、当初5年間は金利0%といった、えー、住宅融資を制度設計しております。それから地方公共団体による民間金融機関からの帰り入れにかかる利子補給制度等々の政策を講じております。井上さとし君。 さまざ、あ、ま支援策が取られているわけですが、あ一方ですねこの、この被災マンションの入居者が公営住宅などを希望する場合に、あまあまあ、一時的な売却益があるなどで、えー、なかなか一般的な入居の要件で入れないというケースも出てくると思うんですが、こういうような場合はいろんな考慮をする必要があると思うんですが、いかがでしょうか国土交通大臣官房、毛利審議官。 被災マンションからの退去者と公営住宅の入居についてでございますが、被災マンションの建て替えや売却等によりまして、そのマンション、その被災マンションから退去を余儀なくされた方につきましては、一時的にマンションの売却収入が発生しますけれども、その収入は所得金額から除いて入居収入要件を判断することというふうにされておりますので、それだけで現に住宅に困窮している方が、公営住宅の入居を拒まれることはございません。 また同様の事情から被災マンションから退去を余儀なくされた方が一般的な入居者資格を満たさない場合でございましても現に住宅に困窮していることが明らかでございましたら阪神淡路の際に定められました被災市街地復興特措法21条の規定によりまして 入居収入要件が不要とされておりますので、公営住宅に入居することは可能でございます。ただ、建て替えや売却等によらず、自己都合で退去した方。この方につきましては、一般的な公営住居の、公営住宅の入居者資格に従っていただきまして、えー。住宅困窮要件、あるいは収入、入居収入要件という要件を満たしていただく必要がございます。井上さとし君。あのー。 これは私、宮城県のある市の、あの、この概要を持ってるんですが、えー、大規模半壊や半壊であってもお、住宅を解体してない場合は、えー、現に住宅に困窮していることが明らかであることにならないので、対象にならないとこうなってるんですが、ただ、あの、マンションの場合はですね、あの、全体としては大規模半壊であっても、部屋によっても全く住めない部屋があります。から、普通に住み続けられる部屋があるということになると、 全体としてはその解体の合意はされないんだけど、その人にとってもとっても住み続けることができないということで、やっぱり退去を余儀なくされるという場合はありうると思うんですね、一個だっと違って、そういう場合はもっとこう柔軟な対応が必要かと思うんですが、その点、最後いかがでしょうか、えー。マンションにおきまして、ご指摘のような事態が生じうるものと考えておりますけれども、えー、公営住宅の、えー、入居特例、 えー、現在のところ、そのマンションを復旧するということが明らかな場合、ことにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、一定の要件を満たしていただくということが今は必要でとなっております、えー、この点ごご、ご理解いただきたいと思います井上聡君あ<の>え。他にご発言もないようですから、両案に対する質疑は、終局したものと認めます。 これより両案について討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。まず、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。前回一致と認めます。 よって本案は前回一致をもって原案通り可決すべきものと決定をいたしました。次に被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手をお願いします。ありがとうございます。前回一致と認めます。 よって本案は前回一致をもって原案通り可決すべきものと決定をいたしました。なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用決定をいたします。はい